ラモス新体制となり、初陣で見事勝利を収めた FC 岐阜。連勝を目指してホームに迎えたのはカターレ富山。前節サヌキを撃破した攻撃は、J2 で6年目の富山にも通用するのか、進化が問われる一戦。序盤から積極的に仕掛けたのはアウェーの富山でした。6分、FC 東京から期限付きで加入の中島。さらに14分にも中島。チャンスを見つけると果敢にシュート。富山の攻撃を牽引します。一方、なかなかシュートまで持ち込めなかった岐阜がチャンスを迎えたのは22分。サントスのフリーキックにスティッペ。ここは水谷に阻まれます。それでも岐阜は徐々にペースを取り戻し、31分には杉山からナザリトへ。前節活躍のナザリトにボールを集めます。そしてその2分後でした。サントスからナザリトへロングパス。落としたボールにナンバ。前節の先制点と同じコンビでゴール。ホームの岐阜が先制点を手にします。追加点を狙う岐阜。エンド変わって4分後、フリーキックのチャンス。サントスのボールにスティッペ。これはオフサイドでゴールとはなりませんが、サントスの正確なキックでゴールに迫ります。そして58分にも岐阜はフリーキックを得ます。サントスがボールを送ると、これがオンゴールに。保健口痛恨のミス。岐阜が2点目を奪います。畳みかける岐阜。69分、阿部正則のパスを受けた高知がドリブルで切れ込んでゴール。高知も2試合連続のゴール。岐阜がリードを3点とします。岐阜はここまで前節と同じ展開。前節はここから終盤に失点し、ラモス監督を激怒させました。77分には中島のミドルシュートでゴールを脅かされます。さらにアディショナルタイムにも富山に攻め込まれますが、守備陣は集中を切らさずに落ち着いて対応。岐阜、今度はゴールを守り抜き完勝。クラブ史上初の開幕2連勝です。